はい。銀です。今日紹介するのはこちらになります。キャックカフェボトルマイオリ、BOT46 ボトルフェニックスエナジー DX になります。はい。えーとですね。結構、あれかな。あの、このこう動画が公開されてることには結構時間経ってるかな。こちらの、あの、レビューで、あのー、紹介した後継機になります。まあ、ボトルフェ,ッフェニックス DX の後継機ですね。 はい。で、なんと、あのー、こちらの、あの、ウィングと合体ギミックもあるということで、そこもね、ちょっと楽しみにしていこうかなと思います。それではね、こちらの方、あのー、見ていこうと思います。はい。外箱はね、あのー、ボトルフェニックスの時と、まあまあ、あんまり変わんないかな、とは思うんですけど、まあまあ、上から紹介してくるこんな感じですね。あのー、ファイティングフェニックス、あの、25周年ということで、おめでとうございます。 はい。<laughs> その、ロゴがあったりとか、ですかね。で、あと、書き下ろしのね、イラストもあるということで、はい。そこも結構、景気圧なポイントかなと思います。はい。で、ここね、あの、前回も、あの、紹介した通り、ここがね、多分、昔の表記になってて、って感じの、あの、ご紹介の、あの、ご紹介したんですけど、まあまあ、今回も、あの、この表記があるということで、ボトルマン、 ドリンクロスシステムということでねめちゃめちゃねあのかっこいい名前がついてるんですけど DX をねあの略称がドリンクロスシステムっていうものになりますねはいで横がこんな感じになりますでまあ今回はねちょっとサクッと外箱は紹介していきます で、えー、っと、まあまあ、あの、さっき紹介した通り、ボトルフェニックス d x が進化した姿ということで、まあ、スプリングでね、あの、より強い、あの、まあ、締め打ちができるよっていう機体になってます。まあ、これもね、割と原作じゃない、えー、ビーダーマンオマージュかなっていう感じですね。あの、実際にね、スプリング使った機構とかね、結構、あの、あったので、ビーダマンの時にはあったので、まあ、それをオマージュして、今回の 何だったっけあの原作あ原作というかこの子のオリジナルなんだっけあコーラマルエナジーリックスだったっけな確かの方のまあオマージュになったのかなと思いますはいで今回もねあのー、あんまり好きじゃない成ュアーマーもありますまあ今回はねセイジュアーマー紹介しませんはいでコアボトルとセイジュアーマーでボトルマーになるよっていう感じですねはいということでこんだけ長くしゃべっちゃったんですけど早速開けていきます いいよっ。まあでも、どうだろうね。なんか、そこまで、前回で、前回のじゃないか。その、ボトルフェニックスの時と、まあ、まあまあまあ、いわゆる、こう、リレコでもないのか。なんて言うんだろうな。なんか普通の、まああんまり変わらないのかな。多分、成形色も変わんないかな。はい、こんな感じです。あ、そうだね。変わんないね。 まあ前回良かったんでね。まあ今回もいいだろうという感じはしてます。こんなもんかな。はい。箱終わりで。説明書も取ったね。で、えー、紙紹介すると、あ、これからですね。ギミックと、えー、コアボトルにつける、あのー、うん。がついてます。<laughs> で、えー、っと、これがコアボトルですね。ぐるぐる巻きのな。コアボトルです。 今回ね、あの、めちゃめちゃいい色ですよね。この、あ,あの、なんていうのかな、濃い青というか、紺色というか、前回はね、あの、本当にコアボトルも白だったんですけど、そこがね、ちょっとオシャレになってるっていうポイントですね。で、説明書とシールですね。あ、今回はないな。ファイティングフェニックスって書いてないのか。前回だけだった。前回はね、あの、この、ここのシールのところにファイティングフェニックスって書いてあったんですけど、まあまあ、今回は書いてないですね。 はい。ということで、こっちがアーマーになります。結構多そうですね。ボリュームが多そうなので、まあまあ、今回も、あの、気長に作っていこうかなと思います。それでは、一旦シール貼ってきます。はい。貼り終えることができたので、組み上げていきます。えー、コアボトルですね。めっちゃ綺麗なコアボトルを、えー、っと、つけていって、 黄色がこっちか黄色が右でおみみが左よっんよっ し、硬いしんな,なんでこんなカテンダん,だんめっちゃ硬いよいしょ。よえめっちゃ硬いイ。カテ、カタイセはい。ということで、えー、ここ挟んでよ、挟んでよっ、はんでよっ。 めっちゃ綺麗な青だな。めっちゃ好きかも、この色。はい。ということで、で、これをつけて、で、これですね。かなり大きい、あのー <coughs>、かなり大きい、えー、トリガーになりますね。かなりでかいな。逆か、こっちか。よし。 めっちゃ、あ、あー、硬いな。おなんか、微妙にあってね。い。買った。え。やっぱりあれだね。ゴッドシリーズになって、このトリガーの塩梅がやらなくてよくなったっていうのは、ちょっとあれかも。おっきいかもな。ちょっと硬いな。渋みを感じる。そんな渋みなくていいんだけど。はい。ということで、えー、コアボトルの完成でーす。結構シンプルな。いや、派手だな。 <laughs> 派手な、えー、コアボトルですね。この色めっちゃ好きですね。はい、それでは、<coughs> すいません。アーマーの方、組み上げていく前に、今回も、えー、ビーダマンということで、あの、これがね、ついてますね。いや、いいですね。この粋な、ちょっとの,あの粋な計らいということで。で、今回は発射用のやつが1個ですね。はい、ということで、えー、組み上げていきましょう。頭。 入れる前にキャップセットしてよよオッケーでちょっと頭は緩いかもあ頭だいぶ緩いな頭なんでこんな緩いなん,だん入ってるよねあ入った入った入った入ってなかったこれで入ったかな入ったっぽいねオッケーただここ緩いな あれこんな緩かったっけはい、ということで、頭完成で、ちょっと羽がね、あのー、特殊で、スプリングを挟むところが、い,いよ、あるので、ここの穴ですね、にはめて、んで、えー、下からカバーする。いいよ。 お相当バタバタよいしょ <laughs> 今日はなんかちょっと喉の調子悪くてすいませんえー、っとえ、こっちじゃなかったっけえ、でもこっちだよねよっあ入ったでここにはめてああいけたいけた すいませんお時間かかりましたでここに、えー、これかこれとよでこれをはめるん逆合ってる合ってるかよはいということで片腕完成ですもう片腕作っていきますよいや最近めっちゃ雨降ってて 多分まだ、あの、撮影の時だから、あの、これ、撮影がね、な、なんか何月だっけ、えー、?5 月ぐらいかなの撮影なんですけど、もうね、めっちゃ雨降ってて、ちょっとね、いろいろに、いろいろな体調管理が怠ってるなって感じはしてます。いいよ。いや、すごいな。 オオッッケーケーオッケー,オッケーで、ここに入れる。あーおー、失礼しました。今日なんか調子悪いのか <laughs> ダメなの。今日めっちゃ撮影の調子悪いぞ。えー、っと、これで一応、もう片腕完成なので、これで、えー、一応ね、あの、こっから合体させていきます。いや、絶対これ声変だよな。いいよ あ、今回、シールの説明しなかったな。えっ、ー、と、シールが、わお、反射で微妙に。13シールですね。多分これがマックスなんじゃないかなって感じはしてます。<laughs> <coughs> これがマックスかなって感じはしてますね。あの、DX の、あのー、多分最大枚数になります。もうめちゃめちゃね。でもまあ、シールは多くてもいいかなと思うんですけどね。個人的には。 よいしょなんかもう多くて、ね、めっちゃハゲちゃえばいいんじゃないですか <laughs> ダメなんですかねまあ春手間っていうのがねやっぱりダメなのかなはい、ということでめっちゃかっこいいな。はい、ということで、えー、ボトルフェニックスエナジー DX になります。こちらが完成ですね。めちゃめちゃかっこいいですね。いや、やばい。 ああ、いい。めっちゃかっこいい。えしかも、ちゃんとさ、こう、並べた時に進化を感じるっていうのが、やっぱりおっきいよね。ああ、いいなー。ああ、いいですね。いや、僕的には、この、なんていうのかな。この、なんか、こっちのシールは、割と炎のエフェクトとか、エフェクトみたいな感じになっちゃったんですけど、僕的にはね、こっちのシンプルな、あの、シールでもいいかな、とは思ってたんですけど、 いやー、これはちょっと進化を感じますね。なんかこの炎のエフェクトがいい味出してます。いやー、いい。うん、めっちゃいい。しかもね、あの、なんていうのかな。白一色じゃないから、その分の前のね、あのー、ものより、こう、なんていうのかな。情報量が多いので、そこも結構いいポイントかなって感じはしてますね。いや、かっこいいこれ。はい。 ということでね、こういう感じでもうね、あの手がどれだけ大きい人でも持ちやすいというね、僕は割とね、あの手はちっちゃい方なので、あれなんですけど、手がちっちゃくても持てるし、手が大きくても持てるモデルなんじゃないかなと思います。はい、ということで、あのー、つけていきますか。こちらの合体をしていきましょう。ちょっとこの子といてもらうか。で、頭を取って、 腕もいでよっ腕もいでよ okay, okay. このままつかないのかな <laughs> こ,のままこのままつかないのかなやってみるかこのままつけてみますかあつくじゃんあつくじゃんつくじゃんいいじゃんいいじゃんえこれでいいじゃんめっちゃかっこいいじゃんよああいいあーかっこいい はい。ということで、えー、こちらが、あのー、ね、合体。うんこれ、名称あったんかなえー、あった。えー、ロング、んロングウィングカスタムというものですね。はい、どうですかめっちゃ、これ、手つけたまま全然いけますね。いや、いいなぁ、えー。めっちゃかっこいいし、なんなら手、広げてもよくね、これ。わー、かっこいい。あー、いい、情報量、型。めっちゃいい、いい、いい。 あ,あ、いいですね。<laughs> いいですねしか言えないけど。いや、マジですごい。いやー、かっこいい。いや、かっこいい。このシールの統一感もいいですよね。このブルーのあのシールの。同じ色を使ってるのかな、多分。で、同じ成型色使ってるので、まあ、かなりね、いいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、こちら、飛ばしていきますか。よいしょ。 早速、ってみますということでね、キャップどこ行ってた <laughs> ということでね、あとでキャップ探しておきます。こんな感じで、えー、ボトルフェニックスエナジー DX の紹介を終わっていこうかなと思います。 めちゃめちゃかっこいいですね。こちらまだ売ってんのかな売ってたらね、ぜひ、あの、おすすめなので、あの、こちらの古い方と合わせて、あの、お買い求めいただけたらなと思います。こちらね、まだ、あの、多分全然、あの、ゴッドシリーズ再開されても、あ、再開じゃない。ゴッドシリーズ始まっても、あの、多分現役でできるぐらいの完成度じゃないかなあの、常時締め打ちだしですね。はい、ということで。 あの、こちらね、あの、ぜひ、もう、見た目、見た目もかっこいいしね。<laughs> 買っていただけたらな、買っていただけたらなと思います。それでは、終わっていきます。ありがとうございました。じゃないね。えー、この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いします。はい、すいません。今日ちょっとね、お見苦しい姿をお見せしたかもしれないですね。ちょっと声があれだったりとか、あのー、 なんだろう、う滑舌がいつもより、ああ、いや、いつもと変わらないか <laughs>。ぐらいだったりとかして、ちょっとお見苦しい姿をお見,せしお見せしてしまいました。すいません。はい。ちょっとね、体調万全にして、次の動画に臨みたいと思います。それでは終わっていきます。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。<laughs>